フォックスファイヤーは日本の釣り具、アウトドア用品メーカーのティムコが1982年により製造・販売するアウトドアブランド。ブランド名はアメリカ合衆国の教育者で作家・民族学者でもあるエリオット・ウィギントンが1966年からジョージア州ラブンにおいて枯れ木に繁殖する菌類が放つ発光現象の輪廃を 地元の高校生らと観察し、ネイティブアメリカンを含む地域住民の間に伝わる民間伝承などを聞き取り出版化したフォックスファイヤープロジェクトことに由来する。ブランド創設当初の商品タグには、クロージングフォーナチュラリストのキャッチフレーズとともにフォックスファイヤープロジェクトの私たちの土地に昔から伝えられてきた生活の知恵や伝統的な技術や道具を見直して、 未来へ語り継いないでいくために、知恵のある人に習い、自然から学ぼうという解説と、それを引用した、語り継ぐべき、優れた知恵というブランドコンセンプトが表記されていた。フォックスファイヤーの立ち上げに関わったのが、ライフスタイルプロデューサーで、フライフィッシングの釣り師でもあった、浜野康弘である。最初のブランドロゴマークであったスプルースも、浜野が、 カナダクイーンシャーロット島のヤコーン川で出会ったものを参考にしている。また、初期の商品タグには、釣竿が描かれフライフィッシングをイメージさせるいくつかの派生デザインもあった。商品は、フィッシングベストから始まったが、その生産は、出稼ぎに行かず通年働ける場所を作りたいという、思いから雪深い東北の寒村に設立されてまも、 内科や武器屋根の農家の納屋を改造した小さな縫製工場であった。1984年よりジャケット、シャツ、ズボン、レインジャケット、バッグ、帽子も発売し、1985年にはエアラポーラス素材を用いたウェーダー。1987年には日本で初めてとなるゴアテックス製のレインジャケットなど新素材を取り入れた商品開発を続ける。 また、ブランドを手掛けるティムコは、フライロットのオービス代理店であるが、一時期フォックスファイアーブランドとして、フライロットを発売していたこともある。1989年には、フォックスファイアーエクストラというサブブランドも発表。1994年からはユニセックスが主流だったアウトドアウェア業界で、女性向けのフォックスファイアーウィメント、子供用の フォックスファイヤーキッズも展開。同時に登山を意識した商品や、イギリスの毛織物ツイードの有名、ブランドハリスツイードと提携した、ジャケットはじめ、ジョン・タレックや、ハンプトン・ラゲージといった、英国ブランドとのコラボ、さらにブリーフケース、ネクタイ、財布などの革製小物といった日常でも使える、ラインナップを取り揃えるようになった。1995年より、 リサイクルポリエステル素材を一部の商品に導入する環境配慮を開始。1996年にはニコンと共同で変更グラスを開発。2000年に一眼レフカメラを収納するカメラパック。2001年から極寒地で撮影することを目的とした防寒着。グローブやカメラ機材を意識したザックやショルダーバッグなどによるホトレックシリーズを発表し。 以後主力商品となり、カタログにも毎回写真家が起用され、写真教室も開催するようになった。2002年はブランド設立20周年ということで、トラベリングウィズダムの新コンセプトを掲げ、ビブラムを使用したシューズや、限定200個の記念腕時計を発売したり、コンセプトブックを発表。2003年、花粉の付着を防止するアンチポラン素材を商品化。2004年、 日本で初めて商品の紫外線遮蔽率を表示化。2007年の設立25周年を機にロゴデザインを現行のトライロットに一新。レーシングスーツメーカーのデグナーとコラボレートしたレザージャケットを限定販売。2008年には新ロゴにトゥルーツーネイチャーの新コンセプトが書き添えられた。同年には防虫素材のスコーロンを採用。2010年以降、 ウイメンで、山ガールやヤフェスでの使用を意識したジャギー帳や、エスニック風のデザインが増えている。2012年に、設立30周年を迎え、2013年から、軽量素材を用いたエアリスタを発売。1985年から2010年のカタログ及び20周年、記念誌、ザ・コンセプト・オブ・フォックス・ファイア。ありがとうございます。